来る、きっと来る。小十子です。今回なんと地元で大人気の商品、千鳥さんのパンコッペちゃんとコラボさせていただきました。この企画はですね、私の持ち込み企画です。こしあんとピスタチオクリームを入れたパンコッペちゃんをぜひ作ってくださいということでお願いさせていただきました。それが現実になりました。びっくり夢は叶うもんですね。ありがとうございます。すでにもう通信販売で始まっております。このような形で皆様のお家に届きます。私は今回こしあん推しなので、こちらの障子シールを特別に500個限定でついております。期間限定、個数限定で販売しておりますので、ぜひ。パンコッペこしあん、こちらの商品は 118g ぐらいありました。カロリーは 100g あたり 342kcal です。届いたらマイナス11度以下で保存をしてください。食べるときは冷蔵庫で解凍し、解凍後はお早めにお召し上がりください。ピスタチオ、こちらの商品は 111g ぐらいあります。カロリーは 100g あたり 366kcal。 同じく18度以下で保存してください。お召し上がりの際は冷蔵庫で解凍し、解凍後はお早めにお召し上がりください。かわいいフォルムです。いただきます。こしあんから。ちょっと濃い小豆色になってます。上品な小豆の甘さが口いっぱいに広がります。甘さはすごく控えめで、口の中でとろけるように味わいが広がります。とにかくクリームたっぷりです。パン生地はさすがコッペパン専門店ということで、このクリームに馴染んでめちゃくちゃしっとり美味しいです。ひんやり。ピスタチオ、淡い緑色のクリームです。あははは、ピスタチオの香り。
これは、うん、うまっ。独特な癖になる甘さがね、特徴的です。たっぷりクリームが嬉しいですね。これうまちょっとね、クリームがひんやりしててね、ソフトクリームが中に入っとるような感覚、食感です。それではどんどんいただいていきます。私これはね、常温で2時間ぐらい、ふんわりひんやり、クリーム入れすぎ飲めちゃうもんね、ごくりごくりと。あと2つずつアレンジしてみました。あんバターって流行っとるやん、あれ。パンコッペちゃん一個一個がでかいから、ちょっとバターちっちゃく見えるけど、しっかり入れてますからね。塩味がね、よく合います。ちょっとね、ハードな感じになりました。これもいい。このバターの分量によって多分味が好みが分かれると思うんですけど、私は
ちょうどよかったです。スタチオ合うんかな。お、ん？うん。合う。ピスタチオとバターすごい合います。なんかまろやか、めちゃくちゃまろやかにバターがピスタチオのテイストを包み込んでる感じです。バター、私ちょっと多く入れちゃったんですけど、少なく入れて隠し味程度に入れた方がより美味しさを引き立てるような気がします。塩味がええ。地元で大人気のスイーツパンコッペとコラボレーション、コシアンテイストとピスタチオテイスト、大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。結構アレンジいろいろいけるかも。ぜひやってみてください。今日はね、デザートがあります。現在販売されておられますいろいろなテイストのパンコッペです。定番商品パンコッペ、プレーン、定番中の定番ですね。極めて滑らかなカスタードクリームです。もうたっぷり入ってます。生地はふんわりしっとり、よく馴染んで美味しい。パンコッペチョコからたっぷり入るんやね。
うわ、このチョコレートは上品。チョコ使っとる。すごくね、ビターな味わいなんですけど、まろやかなチョコクリームです。ちょっと大人テイストですね。少し苦味がアクセントになってます。パンコッペいちご。優しい甘さのいちご、ミルクの味わいです。このクリームがね、独特、本当にとろけますよ。生地とうまく口の中で絡まって最高ですね。80% スイーツな 20% パンみたいな、パンとスイーツのいいとこ取り、不思議な食感と味わい。パンコッペ杏仁、こちらは地元の大人気の中華料理屋さんトンコーさんとのコラボで登場した杏仁味です。トンコーさんの杏仁プリンめちゃくちゃ美味しいので、その全く同じテイストが入ってます。しかもこれもう定番商品になってます。庄司が考えたのも定番ならんかな。真っ白じゃないんだよね。これはですね、すべてのクリームにですね、千鳥さんのオリジナルクリームと合わせてあるので色味がこんな感じです。よくこの味を再現したなって感じです。パンコッペ抹茶、解凍に失敗してもそれはそれでね、もっちりなるからね、美味しいよ。鼻から抜けるお茶の渋みが最高ですね。すっごい癒されます。高級感がすごい。パンコッペ黒ごま、珍しいでしょ。黒ごまの香ばしいいい香りがします。これね、癖なるっちゃ、すっごい味わい深いです。なかなかこの味はね、出せないかなと思うぐらいコク深い味わいです。
ごちそうさまでした。他にも季節限定の商品もいろいろありますので、ぜひ千鳥さんのうまいもの広場というサイトに載ってますので遊びに来てください。あとね、ヤフーからも買うことができるので、ぜひよろしくお願いします。